遊びに来てくれてありがとう。みんな声聞こえとる？あ、サルちゃんがちょっと小さいかな。ちょっと待ってね。今どうもう一回喋ってみて。おお、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと喋ってみて。あ、大丈夫そう。入っちゃる、入っちゃる。おしゃれかもいい。うん。あ、流氷さん大丈夫。あ、よかったよかった。今日はね、そうそうそう。うっかりしとったね。今日はね、そう。うちのデスクトップ音声鳴らしちゃダメじゃね。映像の音が入っちゃうけんね。うん、あ、みんなすごいコメントありがとう。ちょっと待ってね。始まる前にじゃの待機してくれちゃった人のお名前呼びからさせて。はい。和光さん待機ありがとう。和光さん待機ありがとう。ひろさんさんも待機ありがとう。ちのさんも待機ありがとうじゃよ。かわちゃんも待機ありがとう。スカイゼロさんも西さんも。りゅうひょうさんも、ありがとに。あ、フィルさんも、待機エルドラド。みんなどうかいね。前回のね、すごい配信ね、すごい楽しかったけん。2回目ね、今回のシャルちゃんもちょっとお招きしてね、ちょっと、試しでちょっとやってみようと思うが。イェーイ。わーい。ほいじゃほいじゃね、もう、お気づきの方はもうすでに何人かもう9人ほど、ね、入室してらっしゃるんですけれど、今からちょっと、サルちゃん、ほいじゃほいじゃの、画面映すね、変更するね。はーい。ちょっと待ってね。シャルー、いらっしゃい。よいしょ。お、よいしょ、はーい。見えちょるかいね。概要文のところにね、今日のみんなでね、見るところの動画のね、サイトのリンク貼っちょるから、みんなね、概要文の方ちょっと開いてもらって、そこに貼っちょる、3行目かな、そこに貼っちょるね、リンクに飛んでってもらえるかいね。そうしたらね、すごい、今みんな動画見ちょるはず、今流れちょるというか再生しとる、一時停止しとるのは、馬娘に出演してる馬の JRACM 集のはずじゃね。うん。シンクチューブってやつだね。うん。プレイリストにもう何人かね、すごい、入れてくださってからすごい助かるが。ねえ、ありがとうだ。うん。ほいじゃほいじゃね、もう、前置きはこれぐらいにしておいてね。早速じゃあみんなでね、動画見ていこうかいね。はい。はい。泣きすぎちゃった、りゅうひょうさん。え、なになに？さ、プレイリストの冒頭ね、そう、ちょっとね、うん、私見たくて、見たいなと思ってたけど、まだ見れてなかったね、そう、やつを。ああ。バカ盛りしました。あ、じゃあちょっとシャルちゃんのから、じゃあ紹介していこうかいね、ちょっと待って。うん、シャルちゃんのちょっと、スライドで上げとくね。よいしょ、よいしょ。
回は缶切りでも OK なんよね。多分ね、大丈夫だと思う。うん、うん、もう別に好きなの、好きなの。あの、もう、2時間とか、1時間とかの、ね、1本むちゃくちゃ長くなければもう何でも大丈夫だよ、何でも大丈夫。ね、みんながね、おすすめしたい、あの、動画をね、ペタペタペタ貼ってくれるとすごい助かるが、ほいじゃほいじゃ、早速じゃあ、馬娘に出演してる馬の CM 集から流していこうかいね。再生。いや、これもめっちゃかっこいいやつよ。ね。あ、かわちゃん書いてくれて、ラブズオンリーユーっていうおもさん、ええー、覚えとこう。ありがとう。お、20th century boys じゃん。あーね、コメントでもよく聞くやつじゃん。天才はいる。悔しいが。ねえ、すごいかっこいい。これでもいつの年だろう。ねえ。あら、早っ。94年。うん。なりぶーちゃん。ならばしんさんね。うん。ファンさんいらっしゃい。今みんなで動画見ちょるからね。よかったら概要文から遊びに来てね。いらっしゃいた。いやー、筆字かっこいいね。すごい、菊花賞。ねえ、かっこいい。天皇賞春。91年。ね。天皇賞が来る来るわあ、すごいね。洋橋取るね、みんな。うん。安田記念。安田記念。大気ちゃん、雨の中つよつよなんじゃん。ねえ。いやー、かっこいい煽りじゃねえ。可能性は人を熱くする。この CM 作った人本当に天才かよと思うよね。ね、本当になんかの無駄な情報をそぎ落とした、すごい。ね、うん、すごいシンプルでかっこいいに。ジャパンカップ。エルちゃんじゃん。エルちゃん。マイルの王様。ジャパンカップ。この CM があったからこそ、ねえ、すごい。そうだよね。競馬ね、今の CM も結構かっこいいけど、やっぱこの時のね、CM のかっこよさがもう、ダントツだよね。あ、マコさん、公式じゃなくても良いよ。公式じゃなくて良いよ。うん。うん。みんなが楽しめる動画じゃったらね、バシバシ貼ってほしい。うん、私も変なの入れてるし。突っ込まれてるけど。スペちゃん、スペちゃん。スペちゃん、スカイゼロさんに突っ込まれてるぞ、あの動画ね。最速の機能日。うん。鈴鹿ちゃん。鈴鹿ちゃん。いやー。かっこいい。かっこいいね、かっこいいね。宝塚記念。自由か、孤独か。ルードさんいらっしゃい。どんなの見たいか。あれだよね、あの、馬娘とかでよくね、うちらね、入った口だから、その、そうだね、盛り上がる、あの、ね、なんか、馬娘しちょったら楽しめるような競馬の動画ちょっとすごいね、助かるね、うん、すごい、あの、これはあの、実際にあったレースとかね。そうだね。あの、馬娘出てくるこのなんか、有名なレースとか見てみたいかも。ねえ、そうそうそう。うん。あ、ノットでも全然大丈夫だと思う。そう。私もね、さっき入れようかなって悩んでたのよね。あとあれだよね、最近のタイトルホルダーちゃんとかの、最近の競馬すごい熱い言うちょったか？ね。そうだね、うん。うん。キングちゃんじゃん。ちょっと CM のあれ変わったね、こう。ね、変わった。うん。
高松の宮記念。BMW のね、日本ダービー、実はもう入れてたり。そういえばね、シャールちゃんね、うん、同じ試合でも、実況によって違いがあるみたいだから、そう、みんなのね、推しの実況の動画とかがあったら、そっちも貼って構わんからね。そうだね。うん。うん。ハリボテインらしい、出たな。なんなことだろうな。いやー、かっこいい、この CM も写真がいっぱい貼ってあってから。親子制覇。エアグルーヴ。エアグルーヴ。文化会長じゃ、すごーい。あ、オープニングで見てた。オープニングとそっくり。わあ、本当に黒いオーラ出とる。わ、月、後ろの月も再現しちゃう。再現一緒だよ。やばな。アニメの、アニメも、これをパクったんで、これパクったんで。パロディだね。うん、パロディじゃね、すごい。オマージュしとるね、すごーい。あ、チュース、お疲れ様、いらっしゃいまー。ごめん、コンサル。あ、強しさん、お疲れ様。おお、すごい、かっこいいね、万華鏡。アグネス・タキオン。うん、タキオンちゃん。サツキショー。ねえ、史実再現オープニング。タッキーさんいらっしゃい。ね、貼り方はね、今、うちらが再生しとる動画の上にね、ちょっと黒っぽくてわかりづらいんだけど、URL 貼る箇所があるの、貼る箇所。うん。ね、気がついたらよかったら貼ってみて。うん。T13 です。あ。あ、大好き猫さん。あ、そうなんで、万華鏡の演出が。へぇー。ね、確かに、タキオンちゃんと鈴鹿ちゃんの。はい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 。すごーい。いやミスターシービーちゃん、名前、聞く子だ。うん。なんか単純にね、すごいモデルのこの振り返り CM ぐらいのつもりじゃったけど、これを見ちゃうと結構その、ね、オマージュとリスペクトのシーンも、ちょこちょこ生えちゃったりするんじゃね。だねーねー。うん。ま、娘のアニメがどんだけよくできてるかよくわかるよね。ねえ、すごい。爆心。爆心。爆心、爆心。いやー、早いね、やっぱり。早い。むちゃんこ早い。ねえ、早い。スプリンター？おぉ。いや、ムッキムキ。足の付け根のところの筋肉やばーい。仕上がってるね。仕上がっちょるね。すごい。カットされちょるね。うん。あ、そうそうそう。大好き猫さん、和光さん、ありがとう。そうじゃ、そうじゃよ。バクシンちゃんの引退理由、やば。勝つべきレースがないからさ。強すぎ。あ、ウォッカちゃん。いやー、かっこいい。日本ダービー。日本ダービー。ね。かっこいい。プレス、ね、自信って、ひゃい。早ひでちゃん。そうだね。いや、いけ、プレゼンで上がっちょるうちより、大間さんの方がよっぽどすごい、肝が座っちょるね。
早秀ちゃん、めんこしとったんじゃん。へぇ。シンボリルドルフ。ルドルフちゃん。石鹸。おぉ。ミスター、うん、ぜひぜひ、なんかインタビューとかね、そう、キッシュさんの以前の動画もぜひぜひだよ。あ、ねえ、タッキーさん大丈夫、大丈夫。弱弱のうちでもね、やれちゃうから大丈夫。ね、イケボ揃い、ほんとに。かっこよいよね。ナレーション同じ人だよね、基本的に。そうだよね。なんて方か。ないけど、うん、天狗モペラ王ちゃん、いや、あ、いや、いやねえ、かっこいいね、本当にちょっと待ってあ、あれ、あれ、この子は馬娘でちょっと高いね。あ、1.5、あ、1.5 周年の記念の子はこの子が来るね、もしかして。なんか、嬉しいような、悲しいような。嘘。いや、来たね、ライスちゃん。うん。あ、そう、こっからね、1993年のね、そう。天春。早い、早い。タックちゃんファンからしたら、ちょっとね、ぬぬぬってなる。うん。フェースだけどね。いやー、すごい、真ん中すごい団子になっちょるね。うん。ねえ、大好き猫さんね、うちもそう、うちもそう、頑張って勝つところ見た。あー、かおちゃん、ありがとうだー。そう、1993年のレース大好きなのよ。ミシャターナーちゃんもね、すごい頑張ってたやつだよね。そんなタッチャーもいるんだ、そうだ。あ、うちの声なんか変な感じになっとる、大丈夫？シャルちゃんの声が変になってしまったかな。確かに、あ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 、異世界またどうぞ、ちょっと、うん、ちょっと待ってね。わーりーわーりーわー。あー、扇風機の前で話してます。あ、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 あ。大丈夫かな？どうかな？じゅんさん、こんにちは、いらっしゃいか。あ、じゅんさん、いらっしゃい、こんにちは。ノイズがガガガガ。いや。マックちゃん仕掛けてきたね。最終コーナー？これ。ねえ、マツタンちゃんとかも頑張ってたんだね、このレースね。ねえ、うん、あ、なんか目がポーってなってるやつね、この辺ね。はい、はい、はい。
して、メジロマックインとメジロパーマーの、さあ、2番手争いだが、ナイスシャワーが抜け出したぞ。強すぎだね、ほんとね。でしょ、今ね、こう、どうしたらどうしたら、えらいドイツかかっちゃう？ありがとう、みんちゃん。うん、ごめんね、みんなすごい手こずらってしまって、申し訳ないが。ねえ、まさひろさんね、あの、末脚すごい、ほんとに。感じ見るとすごいね、逃げの子とかがすごい勝ってしまいそうな感じがするけど、最新ちゃん後ろから2番目って言ってたよさっき。うん、詰まってきた、詰まって、こっから詰まりようよね、ほんと魔法みたい。おー、ここから3頭がね、うん、2人目みたいな、あー、来ちゃ来ちゃ来ちゃみたいなのよ、やってきた。うわ、早い早い、みんな早い、わーわーわー、あ、ここね、ここあのー、うーめちゃくちゃいいね、通りのね、
きた、なんできた。ねえ、グワーってくるからね、パワーやばい。ねえ、ダービーって叫んじゃう。そう、月城さん、これね、原因わかんない。どっかで、そう、音声分けるってなるやつなんだよね。そう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 。これがお師匠のね。うん。あのアニメの10話だっけ、あれね、あれが出てきちゃうからもう見るだけでやばい。逃げるまいすぎ問題。お師匠以外も多かったんだね。戻った？戻った。よかったよかった。ありがとう、和光さん。うん。いやー、すごいスピードじゃね、すごいスピードじゃね。大逃げになって、みんな寄せられてる。大逃げになっちゃる。うん。あれかな、私今ちょうどレモンサワー一口飲んだら治ったから、レモンサワー飲むと治るのかな。かもしれん、かもしれん。いやー、すごい。漫画みたいな話だよね、本当に。これ、なんと見ても。うん、いやここはのアニメで一人だけポツンってね、そう出てたシーンじゃなかったっけ、この辺。うん、これが諦めないってことだーっていう。いやーすごい。本当にすごい。いやー、後ろもね、すごい、後ろもそう追いつこうとしてるよね、これすごい。いやー、本当にあとちょっとねー。あー、師匠頑張った、本当に。ね、逆噴射ない、逆噴射ない。うん、この戦法とちょっと、なるほどね、すごい。うちもすごい気持ちわかるが。本当の客室はもしかしたらね、すごい。あ、早ひでちゃんじゃん。うん。クラシック参加の最後ね。そうそうそう。この前の配信でさ、見ちょって、うん、そうそう、早ひでちゃんが、でか、な、んーって言っちゃう意味が弱かった。確かに実写見ちゃると、うん、そうそうそう、見ちゃると、で、うーんってなっちゃった。わからないよ。ねえ、そうそうそう。重傷者と強いターボ師匠ね、ほんとほんと。いやー、すごいすごいすごい勢いじゃん。リングファラオ。すごい名前。うん、このみんなでやったロックマンにも出ちゃったね、ファラオ。確かに。ステージジャンプじゃん。ステージジャンプちゃん。チケゾウちゃん目立つね。毛並みの色とか。うん。うん。あ、そうだ、騎手さんのあの服の色とかでよく見ちょる。うん。やっぱりあれじゃん、ね、パーソナルカラー、イメージカラーがやっぱり一緒だからすごい。ね、なんとなくわかる。なんとなくわかる。うん、ルードさん。思い出深いおばさんばっかり。私のダービーね、うん、見てたよ。いや、そうそう。ね、最新のレースも見たい。うん。
すごいすごいすごい、みんなすごいねえ、早い早い、ねえ、ひでちゃん、おお、すごいすごい。いや、後ろを負けちゃないよ。後ろを負けちゃないよ。あやひでちゃんでも話して。いやー、早い。本当に早い。なんでそっから広がるの？いやー。ありえない。むちゃんこ早い。強すぎる。ねえ、そうそう、わかる。ねえ、流氷さん、ほんとほんと。みんなすごい、区別つきよるのすごい。まあ、最終回来ちゃう。最終回？ああ、最終回。さっきのターボちゃんのレース見てからこれ見るとダメ。もうね、私の人生はもう、うん。いやね、ルードさんね、したいしたい、凱旋門賞とかを見たい。ちょっと、ね、YouTube 上がっちゃったらすごいみんなで見たいね。ね、確かにね、海外のね、レースとかもね、気になるよね。そうそうそう。で、YouTube とかでなんかのライブ配信とかしちゃったら、これもね、このサイトで追っかけられるから、そう、うん、みんなでね、同じタイミングで見れるよね。それはしたいなって思うが。ね、その奇跡の復活なりがね。うん、なんだっけ、364ぶりのね、そのレース、出場で、しかも有馬記念で勝つっていうね、エボちゃん。あ、ヘクターさん、サワディーカー、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いらっしゃいだ。20回以上見たアリバ記念、じゃろうね。これはね、みんな見るじゃろうね、ほんとに。はやひでちゃんはもうノリに乗ってる時だよね、この時。ああ、だって、シャルちゃんのさっきのね、前回は、ね、前のやつ貼ったの見ちゃったら、ほんとに早いの分かっちゃうもん。うん。それに勝っちゃう、帝王ちゃんよ。ほんと。ねえ、ほんとほんと、すごい。兄ちゃん、お父さんルドルフは絶対よ、ね、絶対はない。ねえ、ほんと好き、それ奇跡の復活劇ね、ほんと。いやー、すごいすごい、反省がすごいもん。もう、うん、うわー、すごい、あーあー、いやー、ねえ、ほんとすっごい、この落差よ、この落差を。だよー、入れたなー。急、温度差で風邪ひいちゃう。ね、今の余韻返して、入れたの私だけど。ねえ。ね、もしかしたらめちゃめちゃ感動するかもしれないからね。うん、銀シャリボーイ、うちの好きな銀シャリボーイ。地味にあのね、あの父と母の名前もね、ね、どんぶりどんぶり、うん。え、ちなみにキッシュさんは本当に味付けなキッシュさん。くそ、ピンクフェロモン。そうなんだね。私、馬娘見る前にこれ見た。キリだから、そう。見方変わる。ね、確かにすごい。オッズとかね、すごい。4.2 倍とか。うん。うん、ね、あ、直線番長、直線番長。番長、みんなの、我らが。うん。我らが直線番長。ね、すごい、あの、座りやすそう、すごく。背もたれついてるから。いや、でも、オッズ高いね。うん、オッズ 8.3 ね。ハリウッドリムジン。タランティン・トレンティン。そう、名前。タランティン・トレンティン。
ギブメルソンって。あ、でも 3.5 倍ってことは結構、まだまだ強い。人気じゃねえ。バーニングビーフ。バーニングビーフ？美味しそう。タンゴブルホー、グッドバーベキュー。16.1 倍。いやー。まあ、難しいよね。大場さん。なかなか。サバンナパーディ、ナイロビダンディ。いやでもシママさんもね、参加できそうな気がするんじゃけどね。おばさんじゃか？13.5。今だけど違う。ねえ、なかなか。ねえ、もうこれ、これさぁ、もう。隠す気、隠す気ないが、もう。ねえ、もう首長いのうねって。ねえ。あ、馬の名前？そう。異種格闘技じゃねえ、異種格闘技。いや、でも 4.8 倍、4.8 倍。そこそこ、強い。きちゃーみんなの、みんなのハリボテレジー。うん、馬娘か希望。125。125。うわ。甘草。いやーこれでエルジーちゃんで単勝勝ちしたらとんでもない値段になるが、ほんとに。もう大はないよ。一だけよ。ねえ。いやー出走するの大変だね。実況ちゃんとしてるね、ほんとに。うん。いやー走る走る。ちゃんとでもすごいあの、ね、さっきの競馬とかを見ちゃってもそうだけど、ちゃんと走るモーションとか頑張っちゃるね、ほんとに。ちゃんと手が込んでるからね。ねえ、そう手が込んじょる。いや、いやー、あー転んじゃったー曲がりきれず曲がりきれずじゃねえ、ほんとに。いやみんな手が G1 に出れるハリボテレジあるうららちゃんと同じね、そう、アイドル的なね。うん、そう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 。シャルちゃん、シャルちゃん、あの、他の人がね、結構今動画いっぱい入れちゃるから、一旦このレースを見たら、あの、次の動画に言っても大丈夫？もう、ね、あ、すごいすごい動いた立った立ったなんで早いんだよ、その走りで。ねえ、すごい。一番まともじゃと思ったのが一番まともじゃない。ケンシャリボーイ。足折れるで。ねえ、すごい。この子あるじゃね、インターンしてもすごい健康に、あの、ね、あの、生活できそう、ほんとに。ね、うん。ね、ほいじゃほいじゃ、じゃ次のやつ行こうかいね。うん。ちょっと小休止ね。ね、そうそう。はい。京都大商店。うん。ウンスちゃん。1998年。あ、ウンスちゃん。うん。銀シャリボーイさん。来たらめっちゃ笑っちゃう。まともなおばさんは一切出てないですって。一切出てないです。ね、面白かったね、すごい。あれのまとめだけをちょっと見るのも全然あり。変なおばさん動画とかなんかみんなしとったらね、すごい。ね。もうだって馬じゃないから。ねえ。いやー、早い早い。いやもう足の動きがすごいもん、なんかもう。ね。追い切れちょらんが、もう。いやー、早い。いやー、すごい話す。こんなに話す。いやー、さっきのツインターボちゃんの目じゃない？え、これ、ウンスちゃんだけだったってこと？逃げが。そんなわけない。
いやーすごい。いやー、さっきのツインターボ、ターボちゃん以上かもしれんよ、この話し方。いやー、これ、これ、巻き返せるんかいね。あ、メジロブライトちゃんとかも出てたんだね。だんだん、だんだん詰まってはきたが、だんだん詰まってはきとる、今。詰まってきた、詰まってきた、詰まってきた、嘘でしょ。だんだん詰まってきた。いやー、どんどん詰まっていっちゃう。あ、でも、逆噴射はしない。落ちんね、落ちんね。こっからまたスタートかけられるのがすごすぎるのよ。なるほど、これが駆け引き。いやー、これをペース乱されるなんてもんじゃない。ずるーい、こんなの、こんな走り方があっていいんかいね。許されるんかいね。うわーすごい、負けん、それでも、おいやー、実際で見るのとは全然違うね。あー、メジロブライトちゃんが今めっちゃ頑張ってたんだ。うん、すごい。これが釣り、いやー、ね、相手もすごい強いから本当にギリギリの釣りじゃねえ、本当にこの、ね、いやーすごい駆け引きじゃった今の、うん、ねえ、まさひろさんに、いや、あれゴールが何百メートルかと避けちゃったらね、結果違っちゃったね。うん、ね、計算され尽くしたね。ねえ、本当、うん、オルフェーブルちゃんの瞑想爆走、2012年阪神大賞典、おお、距離長いやつだよね。オルフェちゃんを語る上で、は、外せんやつ、うん、ねえ。あ、ルラちゃん、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。おお、走りよるね。すごい。みんなすごい団子になっちゃる。前と後ろで。うん、瞑想暴走、タイトル通り。今のところ順調にね、うん、順調な感じしおるけど、ねえ、じゅんさんね、うちもすごい助かる。今のところ順調じゃね、ねえ、販路、うん、今登って、うん、いや、うちも販路って言えるようになってすごい、なんかすごい嬉しい。覚えるよね。覚えた。うん。え、ああ、すごい。おかしいの？バケモンさん看板。バケモン。バケモンばっかじゃねえ、ここの競馬に降りる、おる人。ねえ、バケモンしかいないのよ。いや、すごい。こうしてみると、騎手さんの乗り方もすごいみんな独特じゃねえ、あのすごいあの、立ちこぎみたいな人とか。ねえ、うん、姿勢が。おお、いやー、どんどん伸びてく伸びてく、ね、離れてっちゃう。おー、でも、あ、え、あれあれあれ、どこ行くね、どこ行くね、どこ行くね。あれあれあれ、どうしたの、どうしたの、え、どうしたの今。すごい、それた。そっか、いや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 。あやさんちゃん、みとぽお疲れ様じゃよ。うつボコボコじゃった。え、嘘。え、ほんまに、ほんまに、いやー、嘘でしょ。まさかあんな走り方して勝てるなんて、そんなわけ。嘘でしょ？ん？あー、いやー、こんな、こんなの、こんなのさ、
いやでも2着すごいのよ。2着、いやーもうこんなの本気出しちゃったらもう大差で買っちゃったがってなってしまうよね。ねえ、ダメだよね、スカイゼロさんね、もう。負けちゃダメだよ、こんなの。いや、負けるんかい。ねえ、もう。うん。すごい、でもあんなのあるんだ。ねえ。いや、リュウヒョさんのトリックにしたら、すさまじい自爆なんじゃよ、ほんとに。マイナスだよね、あれ、あの動きは。うん、これがね、海外のブリーダーズカップっていうの、海外の有名なチーム。海外の池があるんだね、真ん中に。11月。ね。なんかすごい気持ちレースの、あれ、大きい気がする、なんか。なんか、海外クオリティっていう、なんかね、こうできてる。ねえ、そんな感じ、そんな感じ。いや、内側にもなんか、人おる？内側からも見れるの？へぇ、内側にもね、いるね。Going to Vegas。イギリスなんじゃ、へぇ、有名なね。おー、早い早い。早いね、ほんとに。バグに埋もれたけど、根性で勝った。ね、根性で勝つ子すごい。あ、ラブソン・リー・ユーちゃんが出てるレースなのね。ねえ、ラウンリュー、すごーい。あ、初制覇。初制覇なんじゃ、すごいね。いや、大接戦、なんかハラハラしたが。それは異常。うわー、鳥肌だよ、今。ねえ、すごいつばぜり合いじゃった。去年はラブソンリーユーちゃんの年だったんだね、じゃあね。ね、で、次がこれね、香港カップね、香港カップ。同じ G1 だね。裏ちゃんも生レース見たことあるの。え、羨ましい。あ、海外はの、騎手さんのね、服の色とかも出てくるんじゃ。すごい。ねえ、わかりやすいね。ねえ、わかりやすい、すごい。あ、車が並走して走っちゃる。車が並走して走っちゃる。新鮮だね。ねえ。あ、香港カップ引退です。12番。黒と緑ね、黒と緑ね。12番だね。ね。あ、オークスを勝つ馬さんになるとは思わんかった。ねえ、リュウヒョウさんね。じゃあなんか、デュエマに出てきそうな名前の子いなかった、今。え、ほんと？グロリアスドラゴンって名前の子いなかった。かっこいい。気のせいかな。ね、名前強強。スパートかかってきたが、スパートかかってきたが。いや、おお、すごい。いやー、後ろからもすごいの来てる。早い早い早い。うん、いやー、なら行っちゃう。あー、どっちどっちどっち。
じゃーん。うわー、すごーい。よかったね、よかったね、すごい。むちゃんこハラハラした。後ろもすごいね、この8番さんもすごい、追い上げてきちょるもん、すごい、バシバシ。おお、ブロードアピール、伝説のネギシステークスね、よかったら貼ってほしいが。うんうん、ネギシステークスが入ってるやつだね。次の次かな。あ、ほんとじゃ入っちゃる入っちゃる、うん、うん、入っちゃる入っちゃる、やった。もしかしてラブゾンビーユーちゃんってもう一勝してる？私は海外でも3勝って言ってなかったね、ブリーダーズカップと ねもう一個じゃね、もう一個、うん、いやーすごい、いやーギリギリね、離さだよね、もうほぼね、うん、すごいね、引退でもね、すごい結果出してから。うん、北さん、ブラックちゃん。いいな、いいな、お迎えしたいな。北ちゃん、かわいいよ。いやー、いいな。もう 1.5 周年の時に全部ガチャ回すんじゃん。そうね、確かに。ね。ね。楽しみに、北ちゃんのね、レース、ちゃんと見たことないんだよね。これが男の引き際じゃんっていう、この、煽りもかっこいい。うん。にゃー、大丈夫、今ね、ここに隣におるこのね、赤猫さんもね、揃えとるからもうね、ビシバシ、ビシバシなんじゃよ、もう。まあね、あつまの一応ね、里のダイヤモンドちゃんをお迎えできとるからね、すごい ね、そんなに大きな声でね、文句言っちゃダメじゃね。大丈夫、あの次のガチャでお迎えするから大丈夫、いつかきっとね、来るからね。ね、そうそうそう、うん、回せば出る、回せば出る、回せば出る。この有馬記念があの何か祭り歌ったやつかな。うん、始まったね、始まったね。おお、早い、ええー、いきなり飛ばしすぎじゃない、ちょっと。めっちゃ早い、だし。めちゃくちゃ早いね、なんかすごい。うん、おお、一度りしとるね、みんな。うん、逃げの北ちゃん。ね、ゲートの中のね、すごい。おお、早ーい。なんじゃろ、ねえ、なんかすごい。いや、さっきまでのレースもね、すごいの多かったけど、これはなんかみんな、急ぎ足な気がするが。なんかこう、危機迫る感じっていうかね。ねえ、そう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 。全員コンセントレーション発動してたよ。ねえ、立ちだけはしょーい。しょーい。ひたちゃん逃げ、ねえ、おー。ね、戦闘いっちょるね。ね、うん。竹豊騎手ね、そう。ね、あ、ラクちゃんもいらっしゃい。うん、いらっしゃい。ね、うちの方こそコメントありがとうじゃよ。でもすごい大きく話しとるわけじゃないね。すごい今、均等に並んじょる感じ、すごい、うん、みんな。ひたちゃんは大逃げってよりかは、ちょっとなんだろうね。ね。ちょい逃げみたいな感じで、ね。ちょい逃げじゃね。ね、うん。ひたちゃんの逃げは根性。ねえ、なんかすごい。いやあ。後ろにおるのプレッシャー半端じゃないじゃろうに。ようやるね、ほんとに。あ、あっちが、委員長なんだね。そうなんだ。あっち、爆心ちゃん。なるほどね。
そういえばね、この前のね、そう、馬娘の動画一気見しとった時も、みんなね、バレちゃったね、北さんブラックちゃんとバクチンちゃんの絡みがあった。あったね。確かに。確かにそうだ。そああ、ういえばそうだ。ね、3期のね、ショート PV のやつで。うん。おー、すごいすごいすごい。開いた。いや、でも後ろもかけてくるが。ああ、すごい。綺麗に買った、綺麗に買った、すごーい。素敵な逃げ。ねえ。根性って感じのね。ああ、見ちゃる。ああ。サブちゃん。いや、こういうの泣いちゃう、ずる。いやー、よ、いやー、よ、よう見せてくれたね、本当に。よう見せてくれた。いやー、泣く、こんなのずる。うちゃんこ、嬉しいでしょ、こんなのも。それは嬉しいよね。みんながみんな、文句なしのレースじゃったと、もうみんな全力で走っちゃうの。伝わったもん、すごい。その中でね、すごいか、いやああ、飛びガラスさん、こんばんは。いらっしゃいた。あ、めちいゃめらっちゃしいゃる。い。こんばんは。あ、エクレアさんいらっしゃい。今、みんなで見ちょるよ。いらっしゃいた。いやー、ようやったよ。いやー、これは永久保存して、あれじゃね、家族が集まった年末年始とかに流すやつじゃね、これ。馬主さん、ね、馬主さんじゃったらね、すごい。何？何回も見返したくなる、何レース回にもなる見ね、ちゃこう。れ。うん。おー、すごい。報道陣も詰め寄りじゃん。にゃー。まあいいな、有馬行きたい。おー、インタビューも入っちゃる。いや、いい笑顔。いい笑顔。本当に。北さん、ブラックちゃんの経歴は本当類線にくる。ええー、そうなんだ。ねえ、和光さんね、北さん、ブラックちゃんの子供たちはどうなるか。ねえ。人多すぎて動けんくる。ねえ、すごい人集まっちゃりさ。今年ね、結構規制解除される感あるからね、多分今年はすごそうだよね。いやー、応援すすごるいよ。迫力。やっぱこの最近さ、こうなんかカメラアングルとかもね、昔と違うこういう拙者っていうの、なんかね、近い位置でのね、とかあって、迫力ね、が迫ね、あるよ力があっね。て。あるある。ええよねー、すごい。いやー、かっこいい。イクイノックスさんにね、ね、ルメランテちゃんがね、いやー、みんないろいろ思うところあるよね。ね、流氷さんね、花さんね、ジョジョの作者みたいじゃね、本当に。若々しい、本当に。すごい嬉しそう。いやー、うち、同じ立場ちょっと号泣してる、ここ。絶対泣くよ。ねえ、めっちゃ喜んじゃる、めっちゃ喜んじゃる。いまだにレコードを抜かれちゃう。あ、うらちゃんありがとう。大丈夫じゃよ。当選冗談じゃん。ねえ、本当に寒い。ねえ、一日どころじゃないから、二日ぐらいは宴会しちゃいそう。ちょっと。ね。いやー、素敵な動画じゃった。いやー、届くか届くか届くか届いた。伝説の追い込み、ブロードアピール。これね、これね、みんなが言うとるの。ねえ、ね。さっき言ってた。
これも負けず劣らずのすいきなりぶっ飛ばしとるね、すごい。ねえ、早い早い。おー、すごいすごい。ねえ、ナリブーちゃんのストーリー読んだからさ、すごい頭を前後にするね、すごい走り方走法みたいなね、すごい。うんうんうん。うん。みんなすごい前後に振ってるね。いやー。ねえ、うん。超ピッチ走法。オレンジの帽子。真ん中におる。真ん中におるね、今。ねえ、スカイゼロさんね。ヒンバなんじゃん。ウォッカちゃんとダスカちゃんと同じ。うん。ねえ、シャルちゃん、オレンジだから真ん中くらいじゃね。うん。今、外からピョン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 って来てる。おお、嘘嘘。いやー、追い上げすごい。届いた届いた嘘でしょすごい、何その差し早い早いむちゃんこ早かった今え、気持ちいい、わかる、今のは見てて気持ちいいよ、つよつよなんじゃよ、うん、いや今の馬券まいそううわーすげーまさかまさかでねすごいよね今のしびれるね今の追い込みしびれる次のねスイープ闘争ちゃんのあベッドねほんとほんとスイープ闘争ちゃんね、エリザベス女王杯2005ババテツジアナウンサーさんね、うん、東翔ちゃんから牝馬が強い時代が来る歓喜そうなんだねねえ、つけしろさんね、ファンファーレ助かる、本当にこういう盛り上げもね、すごい好きうん、うん、もうスイープちゃんはなんかのねお情けない話、ウマ娘から入っとるか、魔法少女。そうそうそう。魔法使いの、ね。あそっこのイメージ強いから。ねすごいわがままっ子の。でもわがままなのはすごい。史実のうまさもすごい。ねねじゃ馬じゃったって聞いちゃったからね、すごい。ゲートに入ったことで第一の仕事が終わる言われてるんだ。くそ。ね、なんで魔女っ子って言われてるじゃん。魔法みたいに強いかな？ねえ。なんだろうね。確かに。ね魔法みたいな走り方するから？さっきみたいな、さっきみたいな。ねえ、追い込みの仕方だったら、あれは魔法じゃねえ、ほんとに。確かに。うん。ワープする馬とかいるけどね。ねえ、ほんとほんと。うん。手術もひどい。そうなの？スイちゃん？いやー、すごい。え？いやー。逃げもすごい。むちゃんこ話すね。ねえ。あ、ねえ、じゅんさんね。いやー、お迎えしたい。みんなお迎えしたい。みんなお迎えしたい。母親とばあさんがサマンサとタバサだから。なるほど。そこからちなんでなんじゃ。逃げ馬が勝つレースねえいやーみんなでも後ろの方も頑張ってほしいうんもうみんな頑張ってほしいってなるやつねそういやだって逃げてずるいがすごい全力で 100% で走ってみんなの駆け引きを速さでこうねじ伏せてしまうさすごい、うん、ねえパワープレイじゃからすごいもう力いずパワーって感じだもんね。ねえ、そうそうそう。いやーでも、徐々に詰まって、詰まってきた気、詰まってきて。でも詰まってる。いやー、話せ、嘘でしょ、コーナー曲がったのに。いやー、追いつけなーい。
いやー、いやでも、いやー、来てる来てる来てるけど、あー、おー、すごい、いやー、あー、すごい、追い抜いた。いやー、刺したね、刺したね、すごい。刺せるんじゃん、そこから。もうダメかと思ったが。初勝利なんだ、すごい。嬉しいね、すごい。エリザベス女王杯初勝利。いや、嬉しい。あの、JR のね、レース、あの、すごい、あの、レースだけじゃったから、すごい、この、インタビュー入ってるの、すごい嬉しい。ゲート入りが。いやー。もう、あんよが上手とかいうレベル。あ、スイープ投手を引く動画。あ、そうなんじゃん。いいなー。トロットサンダーちゃん。いや、大変じゃろうね。騎手さんもね、すごい。いやー、すごい。すごかった。よ、次は何？すごい新馬戦。ファン総選。追い込みの。新馬戦。追い込みの。いや、編集かっこいい。ブルボンちゃん？あ、矢印助かる。わかんなくなるもんね。ね、場所に。いやー、すごい斜め抜け。いやー、すごいよね、なんかの。あら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 、すごい。すごいくね。ねえ、なんちゃろうの、みんな、ねえ、あの、うち最初さ、競馬はさ、知る前はさ、みんな、ずっと同じまっすぐ走っちょるもんじゃと思っちゃったんじゃけど、ねえ、こんな感じでね、すごいみんなが走っちょる中をね、斜めに走ったりとかで、抜けたりとか、ほんますごいね。間縫ってね。ねえ、そうそうそう。ねえ、周りのみんなもトップスピードで走っちょる中ね、ほんと。ねえ、ようすり抜けられるね、ほんとに。そっから来るの？エルちゃん。え、新馬戦ね、見ないもんね、普段ね。ね、すごい勝ち方しよる。ね、もうこの時点でも片鱗が見えるね、本当に。いやー。早い。早い。いやー、どんどん開いちゃう。なんでそんなに差がつくの？後半すごい、だってもう、あの、脇腹押さえながら走るもんじゃないの。こっからだよ、みたいな走りするから。ねえ。七馬身さん。おかしい。おかしい。ハートって来てわかる？絶対、ねえ。S だよ。ねえ、ほんと。L 強い。ククルカン文句の方かもしんないね。次、あの、バガバットギータン。バガバットギータン。ねえ、ねえ、マコーさんね、余裕だぜって走りなのね、ほんとすごい。よく言えるね。おお、すごいよね。噛まんねえよ。うちだったら絶対噛む。いやー、接戦接戦、200あと200。姿が見えない。いやー、おかしい、おかしい、おかしい。わかる。
隣の大間さん気づいたら、え、嘘みたいな顔してる気がする。いや、突然来たよ、みたいな。ね、ああ、いやー。今度は、アダマヤムーンちゃん。ねえ、画面外から飛んできよる。ねえ、青木さんね、ほんとほんと、びっくりじゃねえ。おお、すごいすごいすごい。もう一回見ても確かに見てて楽しい。ね、うん。いやー、でも、一気に外に回って大丈夫。おー、すごいすごい。はいや。他の子と動きが違う、なんか。いやー、早い。なんで外回りから行ってそんなに出せるの？いやー、おかしいでしょ。お届けしてるでしょ、これ。ほんとじゃね、ほんとじゃね。知らない子だね、メイケイピカスター。ね。メイケイペガスターちゃん、後ろの方じゃねえ。一番後ろだね。うん。うん。え、クリアさん入れる。あ、入れる。動画入れる。うん、動画ね、動画ね、みんなが今再生しとる動画の上のところにね、URL 貼るところがありよるから、おすすめのレースがあったらよかったら貼ってみて。ね、メイケイペガスタ、おー、すっごい。いやー、なんでそこから伸びるの？いやー、おかしいよね。みんな、周りの子を別にゆっくり走ってるわけじゃないのにね。なんでみんなそんなに加速できるんじゃろう。うん。ゆっくり。うん。あ、和光さん、大好き猫さん、ありがとう。ビジョンブラッドちゃん。そっからおそっから来るの。いやー、これもうダメ、ダメじゃない、ダメじゃない、これ。うん。こんなに離れちゃったらちょっと。やる気ない時のゴルシちゃんだよね、もう。うん。いや、だって、ここにおる子って大抵勝てんもんだって。うん。あれ？あれ？いつの間に？いや、でも離れちゃるね。いや。はぁ、早い。おかしい、おかしい、おかしい。嘘でしょ？さーて、本気出すかなーって途中から来ちゃった感じの。進化前なのに。ねえ。いやー、すごい。すごい。確かに、ピジョットブラッドになったらめちゃめちゃもっと速くなるやつ。ねえ、全部ごぼう抜き。ねえ、お化け物でございますわ、ほんとに。いやー、すごい。勝てるんじゃん、そこから。うん。あ、おじさんいらっしゃい。ねえ。ほんまにコンサルやっちゃるよ、今。コンサル。ね。あ、フィルさん、自重取りやってるの。えらーい。お疲れ様だよ。あれー？ね。NHK マイルカップ。うん。アドマイヤマーズちゃん。今、ちょうど1時間回ったぐらいね。あと1時間ぐらいかね。うん、ちょっと、どうしよう。一旦締め切って、ちょっと様子見ようかいね。ちょっと。あ、そうだね。うん。うん。みんないっぱいね、追加してくれてありがとうだ。すごいね。うん、ほんとありがとう。むちゃんこ助かるな。ワイドファラオ、新しいファラオが。ね、アドマイヤー、マーズ。おぉ。アドマイヤーってつく子はなんか星の名前なんだね。うん。いや、みんな、めんこかっこいいね、ほんとに。う
いやー、みんな、すごい団子になってる。前出てきた、前出てきた。いやー、誰が勝つでだ、なー。外から、あー、抜けてきた、抜けてきた、抜けて、外からも来てる、外からも来てる、わー、ねえ、ちょっとね、締め切りさせてもらうが。みんなありがとね、本当に。ありがとう。ねえ、マイルの見応えすごいね、本当にこれ。一瞬だけどギューって詰まってるからね、マイルって。ねえ、ほんとほんと。ねえ、固唾を飲んで見守ってしまうね、本当に。ねえ、一晩じゃ収まりきらんね。また定期的にやらんといけんが。そうだね。第3弾、第3弾もやらんといけんね、これは。絶対ある。うん。かちゃんとウォッダスカカちちゃゃんんでの。ダスカちゃん。別のライバル決戦。ねえ。いや、助かるが、みんなのチョイズ。ね、こういうところも見たいんで、こういうところも。2008年天皇賞。ああ。紐で誘導するんじゃね、紐で。うーん。何回見ても笑ってしまうってどういうこと？ね、実況ね。あ、ライスカレーさん、初見さんいらっしゃい。いらっしゃいたー。え、クリアさんごめんね。ちょっとね、今、結構ね、今、プレイリスト見たら結構いっぱい動画溜まっちゃってね、そうそう。多分11時過ぎてしまうんじゃないかなってちょっと思っとったから。またね、ちょっと企画するからちょっと待っちゃってね、ごめん。うん。次回の時とかにぜひぜひだ。あ、え、クリアさんありがとう。ごめんね、ありがとう、本当に。ウォッカちゃんとダスカちゃん。ね。いやー、すごいみんな、早いね。広がってる、どんどん。どの子かわかんない、でも。あ、こっちも車がついてきとるね。車ついてきとる。おー。いや、曲がるよりよ、曲がるよりよ。先頭の子は確かじゃんね。ね。いやー、すごいすごいすごい。おっかちゃんどこ行っおー、マちゃっスた。テンが。迫りよる、迫りよる。後ろからも来てる、後ろからも来てる。ちゃー、どっちって。毎回思っちゃう、どっちって。大接戦とゴー。ねえ、これは、実況ももう盛り上がりじゃよ。なるほどね、なるほどね。これは実況。ねえ、これも実況。今日変えんといけんね、これは。いやー。ね、実況者さんも同じ気持ちで非常に助かる。気合入っちゃうね、きっ とね。ね、ね。そうそう。いやー。ね、宇宙こっちの方が好きかな、やっぱり気持ち乗ってくれてる方が好き。
そにしたね、そう、実況者も熱くなるレースが、やっぱりいい。ね。いやー、すごーい。ね。大接戦だかーん。いやー、すごいね、みんな。ね、駆け引きが本当にゴールの直前まで。言うことなくなる。ダメじゃん。実況が絶句しちゃダメじゃね。うちらと同じ目線に立っちゃダメじゃね。実況者の適正リースがあるんだね。ねえ。いやー、うちなんか今のさ、レースとか込み込みで見ちょるとさ、インタビューこんな質疑応答ちゃんと答えられる自信ないが、すごい。ね、もう。言葉が出てこないよね。ね、勝った後、すごい。ね、ドキドキしっぱなしちゃったもん。爆心王じゃ、当時も爆心王。長距離で息切れしちゃうところ、それ爆心ちゃんっていうところ、すごい草なんだよ。草。バイオレットステークス。みんな書いてたね、バイオレットステークスは、てんてんてん。そんなにすごいの？ないんだけど。何も見えんね。これ映してるの？どうやらせて、待って。何も見えません、草。そんなレースある？いやーすごい、いやーほんのり見える、ほんのり見える、ほんのり見える、ほんのり見える。 PC は正常です。え、そこで PC 壊れてない？ちょっと、いや、こそじゃなかった。いや、うちも一瞬あれと思ったんだけど、よく見たらなんかほんのり見える。いやー、嘘でしょ、こんなことある？こんなこと、ね、実況草どうやって草今本当に草生えるんだ。あ、雪なんだ。いやー、いや、これよう結婚したね、よう結婚したね。危なくない？事故りそうだよ。いやー、見えた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 、あー見えてる見えてる、あー見えてきた見えてきた、2頭見えてきた、3頭見えた。あー、すごいすごいすごい、見えた、あー見えてきた。あー、ようやく、ようやく。わかんない、何もわからない。いやー、わ、なにこの。いや、面白かった、すごい。いやー、貼ってくれてありがとう、すごい。こんなのあるんだね。バイオレットなのにホワイトじゃねえ、本当にもう。もうどうやらってずっとついてるのがもうさ。いや、面白かった今の。ねえ、なーも見え、なーも見え。あ、PC 復旧したみたいじゃが。PC 復旧したが、うん、47秒の職人技。27秒ぶりの。おあ、天皇賞の舞台裏。なるほどね、そういうことね。あの、スタッフさんの、あ、なるほど、外回り、その次内回りになるから。な、よお、外すんじゃなくて、はぁ、急げ急げ急げ、そんな。ほら、来ちゃうよ。ね、後ろもすごいゲート下げちょるね、急いで。はあ、こんなことになっちゃったんじゃ。
まあ、じゃあ裏側見るのって確かに、うん、な、はあ、いや助かる、誰ね、これ貼ってくれた人ありがとう。いやすごい素敵な動画じゃねこれ。うん、こんなのもあるんだね。ねえ、来た、あ、来ちゃ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 、ねえ、スタッフ誘導じゃねえかまちゃんね。うん、ねえ、ドリフのどんでん返しみたい。ねえ、黒子さんじゃ本当に。いやー、なんかこれ、こ、ウマ娘でもこういう裏側やってほしいな、すごい。ねえ、すごい。いや、こういうみんなのあれがあってすごい、みんな安全に走れちゃうんじゃね。だねー、支える人多いもんね、きっとね。うん、いやーでも広いね、ほんとに。奥のさ、マンションとかアパートの人たちさ、うんうん、あそこからタダで見れるか、確かに価値高そう、羨ね、ええなー、ええなーって思っちゃうね。え、ほんとね、広い競馬場がね、ほんとに広いよね。うん、ねえ、こういう職人があるから、うん、ないもんね。ピンクポンドちゃんって言ってたから最近だね、うん、うん、レース自体もね。ねえ、ワクオさんね、思った思った、むちゃんこ思った。ねえ、大好き猫さんね、3200のためにね。いやあ、すごい、こんなことがね、起こっちゃったんじゃ。いやー、お勉強になるね。次は、大歌唱ね、テスコガビーちゃん。1975年。めっちゃ前だね。ね。でも、騎士の名前に福永さん。東京競馬場もすごくいい場所に会社があって、あの会社に。ねえ、ねえ。あ、フィルさんね、またね、いらっしゃい。ね、昔のやつね。あ、渋いの、流氷さん、渋いの？おー。映像がもうね、なんか。ねえ、すごい。うん。でも、早い、早い。むちゃんこ早い。東福酒井ちゃん、私は白くないよね。え、50年くらい前のレース。ゲートがなんか違うもんね、今とも。ねえ、すごいね。車輪がなんかついてる感じがせんが、あ、すごいみんな、おお、なんかもう、すっごいみんなやる気、早い早い早い、すごい、なんかもう、怒っちゃうような速さじゃねえ。いやー、すごいすごい、早い、早くない？早くない？すごい。持つの？これで。ねえ、躍動感すごいね。みんなすごいゲートでさ、はよ出せ、はよ出せ、みたいな感じだったから、すごい。馬の乗り方、あ、確かになんか、お尻ね、あの、最近のやつ結構みんな、おね、うん。上げちょる人多かったけど、うん。なんか、キュッ、後ろにキュッてこう、お尻がキュッて出てる。レジェンド実況者さんね、いや、実況者さんにもそうなるよね、やっぱりこんなに。ね、時代重ねよると。ねえ、青木さんに、ね、早いね、これほんまに。いやー、どんどんは、離れちゃう、離れちゃう。追いつけるかいね、これ。おー。おい、逃げ。後ろから。いやー
おい、いやー、後ろからちょっと来てるんじゃけど、来てるんじゃけど、あー、ダメじゃ、追いつけんが。いやー、早い。いやー、早い。うちゃんこ、早い。早い。後ろから何にも来ないって聞いたことある気がする。ねえ。有名な実況のやつだね。かっこいい回し。後ろからは何も来ない。ね。あ、CM あったね。あ、ね、最適解じゃった。何にも見えんから何にも。いやー、すごいね、でも。かっこいい。ねえ、すごい。ねえ、もうこんな昔からね、すごい。みんな走ってきたんじゃねえ、ほんとに。お、次がこれ、マットね。ウィニング雑草。あ、いやー、広いね、広い。かっこいい。テンション上がるね、この曲はね。あ、はやさんね、今日、ちょっとね、今、プレイリストが結構今、満杯になっちゃうから、ちょっとね、ちょっとね、リクエストちょっとね、次の第3回ちょっと見送ろうと思っちゃうよ。ね、申し訳ないんだけど。わー、すごい。ダイヤ来た。うわー。コミ、実況コミコミだ。ダービー。ダービー制覇。ダーティ。曲があるとかね、類戦くるよ。いやー、奇跡の復活。ああ、最後の愛のマクシンちゃん先頭。いやー、あー、ラリムちゃんとね、マヤムちゃんも。あ、マヤさんにありがとうね。ああ、これはこれはちょっとグッとくるやつ。ねえ。あ、オペラーちゃんじゃん。おー、ステイゴールドちゃん。ステイゴールドじゃん。いやー、すごい。キングカミハミハ。最強の太陽が降臨した。降臨した。かっこよいね、今足が。もう間違いなく飛んだ。いやー、おっかちゃん。いやー、あー、これさっきのだね。ねえ、さっきの。いやー、すごい。うわー、大差。オルフェさん、ね。いやー、かちゃん。いやー、北さん、ブラック。いやー、これもう黙っちゃう。黙っちゃう。ダメダメ。見ちゃうよ。ね、見ちゃうね。あの、ない。いやー、やっぱり、いっぱいおる。いっぱいおる。すごい、おまさんが。あの、大ちゃんもね、すごい子だよね。ね、ね、あ、コントレールちゃんもね、そうそうそう。あー。いやー、いやー。スペちゃん、いやー、ブエナビスタ。お、そうないしょ。あー、日本近代競馬の決勝、すごい。
いやー、すごいねー。ああ、鳥肌がさ。最後よかった。 よかったしか言えやってみると実況があってこそだよね。ねえ、ほんとほんと。泣きそうおね、ねえ、弟は大丈夫だね。ねえ。ああ、入らん、入らん。いやー、後ろはね、立てんね。いやー。ドキドキする、ね、ゲートもね、すごい。ね、嫌だった。ないのもできちゃう。ね、人参で釣るなんてことできんもんね。おー、おー、すごい。おー。イライラしてんのかな。ね、あるじゃん、すごい。じっとしてられんのよ、きっと、じっと。いやー。ねえ、最後ね、ずるっときたね、ほんとにね。いや、無敵ちゃん。ねえ、すごい。いやー、なんかもう緊張しちゃう、なんかしないけど。もうこの段階で緊張しちゃうが、もゲートインドキドキするよね。う。ねえ。はい、出た。そうなんじゃ、タミガラさんね。いやー、ねえ、やっぱり実際のレースね、やっぱり直前まで何が起こるかわからんね、本当に。月城さん、了解じゃんよ。また次の時の枠の時にね、よかったら。きっとあるからね、第3回がね。いやー、すごい。ようみんなぶつからんね、ほんとに。いやー、早い、むちゃんこ早い。いねえ、ジノさんね、最初のね、そう、ね、引退レースになるところよね。メイレースだよね、これもね。前の時にもね、確かね、はっちょったんだけどね、その時にはゲートインのところまでは入っちょらんかったからね、すごい。ね、前後にこんなことが起きてるの分からんかった。いやー、人いっぱい来ちょる、人いっぱい来ちょる。もうちゃんこ来てる。ね、おったおった。ね、おぐりちゃん一目で分かる。ねえ、すごい。いやー。いやー、前来たよ、前来たよ。17万人、すごい。レースごいんだね。ねえ。
おぐりちゃく、おぐりちゃく。ねえ、起きたね。レンコが本当に、第二次競馬ブームの火付け役ね、本当に。もうこの動画に何回目じゃね。ねえ、若い。ねえ、秋さん若い。ギャンヤ、ギャンヤ、ねえ。いやいやーすごい、うん、いやーこれはすごい、ようやねー、あ、ライアンちゃんの育成にもそれらしい人出るの、いやライアンちゃんの育成戦と、東京ドーム満席5万人の3倍以上すごいよね。すごい3倍以上嘘、うん、ねえほんとすごい、17アイドル17万人、うん、19歳すごい19歳で17万人の歓声を浴びたの、いやーすごい間違いなく人生の最高潮だよね今のあの歓声浴びて、いやー17万人の歓声を浴びたらなんかもう、なんかもうすごいことになりそう、うーんね、この前ね、うん、この前ね JRA の動画見ちゃったからすごいね、あの、うんうん、名前のところの両脇にあのね、あのお父さんお母さんの名前も書いてあるの分かるか、うんうん、ね、トーンサーボーイとか、へえ、いやー CM かっこいい、コンムイコンシャル、あ、ヤイコさんいらっしゃい、コンムイコンシャル、プロジェクト X じゃ、プロジェクト X、うん、ね、夢のレースじゃん、うん、確かに旅からさね、もうだってさ、もうずーっと勝ってるもんね最高潮が続きまくってる、ね、最高潮更新つづ、ね、更新する人じゃもんね、うん、本当にもう、いや、エモいんだけどこのね、エモ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 最高潮、何年何年目じゃろうね、ほんとにあ、次のカリバーウェルカムプレミアムや、うん、ねえ、センス20丸ねえ、ほんと、おかげでどんどん競馬に詳しくなるよ。ねえ、ほんと。あ、ジュランダルちゃんの子供の狩り場。ええー。ねえ、お名前がかっこいいの、ね、よ、お名前が。ジュランダル、めっちゃかっこいいね。ねえ。ねえ、おじさんね、いい2分じゃったね、さっきのね。うん。お、半路来たが、半路来たが、うん、いやー、みんないいペースで走っちょるね、ほんとに、うん、ジュランダルちゃんも結構希少なね、でもあの勝ち気な子はやっぱりちょっとそれぐらいないとね、ダメじゃろうね、やっぱりそうだね、うん、いやー、そろそろ
いやー、後ろも追いかけてきとるよ。あ、抜けた。カリバー。おー、離す。いや、でも外からも来とるよ。ノーカイネ、ノーカイネ。やったー。 ねえ、すごかった。あ、ロードかな、細ペン先生。3分で分かった気になる。助かるね。ロードかな、ロボちゃかな、ん。ロボちゃん。おお、13勝。すごい強い。G1 4勝しとるの？いやー。強い4冠。あ、でもスプリンターズステークスが連覇。ね。うん。香港スプリント制覇。香港競馬スプリンターの、ね、そこで勝つのすごいってことよね。おお。いやー、すごい、連覇。ごま審査、そこでごま審査の、その、一番の人差しが集うところで、集うところでごま審査はすごいんじゃよ。短距離最強馬こうね。別格なんだね。怖い。キングカメハメハ、で、さっきも出ちゃった。5連勝。5連勝。高松宮記念。カレンちゃん。カレンちゃん。カレンちゃカん。レンちゃん。いやー。 ね、カレンちゃんが強すぎて、引退してから化け物かって。ね、カレンちゃん。いやー、すごい。メラメラしとる声じゃねえ、すごい。どうかのかしら。ね。いやー、すごい。あら、見持ってる。よかったね。よかったね。ねえ、かまちゃんね、うちもそう思っちゃうね、すごい。ね、ちょっとね、ギリギリでちょっと負けてしまうところもしかしたらね。うちもね、かまちゃんと同じ、ね、なんじゃないかなって思っちゃう、そうそう。横にね、ついて回っちゃきたいから、みたいな。いやー、かわいい。こういうのもあるんだね。しかも JRA 公式さん。ねえ、あ、た何めもになかるも。ね。香お、港スプリしンかターもちょうね。ど、あめになったね。ねえ、なるねえ。1100じゃからもあっという間に決着ついてしまいそ短距離。う。半周もないが。
いやもう足の動きが全然違う、もう早い早い。これが小橋さんのやつ。いやー、こっから小橋無理でしょう。車も追いついとらんが。ねえ、車が追いつけないのよ、ほんと。いや、嘘でしょ、嘘でしょ。あー、離れる離れる離れる、嘘でしょ。短距離だよね、これ。なんでそっから伸びたね。いやおかしい、おかしい。魔法みたいな伸びしよったね。いやー、嘘でしょ。ね、クイークイーって伸びたね。これ最近の浜松の宮記念だっけ。うん、G1 初制覇の瞬間。うん、いやー、接戦じゃ接戦じゃ。おお、ガッツポーズ、マルタ騎手ねえ、旅ガラさんに頭おかしい、おかしい。あれは絶対おかしかったね。あ、ロレーヌさん、ヤッハロー、いらっしゃい。うん、ヤッハロー。あ、いやー、もうなんか全力で走った感じ。わー、好き。いやー、今の、いや、大間さんもすごい全力で走った感じ、とる。あ、まるちゃんもこんばんは、いらっしゃい。うん、いらっしゃいだ。いやー、すごい。あー、あ、暑いね、すごい。リグちゃん、うん。うん、KBY さんもおつむい、コンシャル。あ、おつむい、おつしゃる。おつしゃる。いやー、やっぱりそうじゃよね。レース終わった後はもう、くたくたじゃよね。もう。いやー。うわー、ねえ。そうだよね。嬉しいよね。やっぱね。いやー。16年目で。ね、やったぜじゃね、やったぜみたいな顔しちゃった。ほんとによかった。あ、アイネス風神ちゃん。20万人のダービー ?17 万人17万人超えてさ、またが。キングダムとかの人数じゃん。ねえ。ねえ。合唱軍の人数。うん。全力の逃げが魅力。ねえ、ギネスに乗っちゃる。ギネスに乗っちゃるん。いやー、すごい。いやー、すごい。早い、早い。早いんじゃよ、みんな。アイネス夫人ちゃん逃げだ、逃げなんだね。ねえ、すごい。土煙がすごいもん、なんかもう。うん。うん。後ろの方にいると煙そうだよね。ねえ、ほんとほんと。うん。最終コースでね、キャパがね。これはもうどんどん定期的に上げていかんといけんか。ギネス目指そう。うん、うん、全力の真っ向勝負の人間、
が発端でそのジョッキーコールって、へえ。いやーみんな多いね多いね、いやいや後ろも後ろも追っかけようと必死じゃよ、すごい、うん、ダイヤ食べるんだね、ね、うん、ねえ、20万人が見つめる中ね、ゲート開いた。いやー、すごいね。これ、プレッシャー半端じゃないね。ねえ。いやー、すごい。いやー、すごい。おー、ここの上位で絞ったでしょ、もう。この、どうか追いつくかいね。いやー、逃げ切る。いやー、押して、いや、まだ追っかけてくる人おる、まだ、いやー、外から来てる、あーたーすごかったー、今の。いやー、視力振る、いやー、すごーい。あー、どんな気持ちなんだろう、これ勝った瞬間ね。ねー。ねえ、すごい。ねえ、ねえ、りひょさんね、ほんとほんと。ねえ、魅力ね、ほんとに。魅力。中野コール。ねえ、来ちゃう。あ、最後追い込んできたのはライアンちゃんなんじゃ。すっごい。最後の最後まで、ほんとにもう。ねえ、全力で。いやー、あれ最後、100メートル。あるかないかでも勝敗変わっちゃったかもしれんが、あれねえ、それぐらいすごい最後の追い上げすごかった。そうだよね、ライアンちゃんも悔しかっただろうね、これね、最後。いや、いや、これちょっとこれ見た後にメインストーリー見直すと絶対見方変わるんよ。変わる、三章の見方絶対変わるねえ。ソルちゃん、ソルちゃん、うん、この後大丈夫？今、うん、11時回ったところなんじゃけど、大丈夫だよ、とりあえず、うん、あ、大丈夫。じゃ、とりあえずね、今日みんなにね、すごい、入れてもらったものは全部見て紹介したいと思ってるが。うん。そうだね。了解了解。うん、いやー、ここでね、もう、ね、だいぶ順位決まってしまったかなって思っちゃったんじゃけど、うん、ね、そうね、外からね、来ちょる。ねえ、全力で走ったから、戻ってこれ、ああ、いやあ、ウィニングランバって、いやあ、よう頑張ったね、ほんとに。疲れてよねー、もう。いやあ、足跡、うん、転ばなければね、それで良い、転ばなければ。ねえ、すごい。ロレーヌさんね、今ね、ね、どこまで消化って言ったらいいんじゃない？でも、あと結構まだね、ね、うん、10本、まだあと20本ぐらいはありそうじゃよね、20本、30本？日付変わって前ぐらいまでかな。ねえ、そうじゃね。うん、いやすごい、ウィニングラン。わあ、すごい完成じゃん。完成ね。ね。あ、その場に倒れる。いや、そうなんじゃん。ねえ、ジュノさんね、そうじゃね。飲み物は外しといた方が良いかも。ね、ええ話。読んじゃっちゃった。くそ。ありがとう、ワコさん。そんなに入ってた。いやー、ありがたいね。いや、ね、逆になかったらどうしようかなって思って、ちょっとね、そう、他の動画の URL ちょっと控えちょこうかなって思っちゃったぐらいだから、すごい、助かるね、本当に。
取り合い見て残りまた3回目とかでやってもいいかもしんないね。おう、あ、1個3分でも120分。そうなるとちょっとね、今日サルちゃんを呼びしとるからちょっとあんまり深夜をまたぐのはちょっとね、うん、そうじゃね、ちょっとじゃあ日付変わる手前ぐらいまでになるかな。そうじゃね、そうじゃね、うん、ちょっとそこまで見て残りはちょっとまたね、第3回にちょっと持ち越そうかいね。うん、あ、タビガラス遠慮なくね、ありがとう。ねえ、ケビマイさんね、そうそうそう、それぐらいにしようかなって思っちゃったんだけど、すごいね、みんながいっぱい入れてくれちゃったから、そうそう。いやでもね、見る分にはすごい楽しいからね、全然問題ないんじゃよ、うん、見ちゃうのよ、もうねえ、そうそうディープインパクト、非常ディープインパクトちゃんね、無敗の三冠制覇。あ、ババさんじゃ、ババさんじゃ、シックスセンス2005年。いやー、なんか落ち着いて入りよるね、すごい。うん、なんか風格あるよね。ね、風格ありよる。うん、そうじゃね、次は何本までといった感じで、そうじゃね、うん、時間ついて決めるのがいいかもしんないね。そうじゃね、うん、今日は何時までやってね、そこで締め切ってしまうっていう感じの方がいいかもしれないね。うん、うん、1回しか負けたことないねえ、強かったって印象だけですめっちゃ残ってるけど、うんね、あのようニュースでね、名前見たテレビでね、そうそう、うん、まだ競馬ね知らない時だったから、そうそうそう、でも知らんでも名前は知っとるっていうことはすごいよね、すごいってことよね、うん、うん、いやすごい広がってきてる、どうなるんじゃろう、どうなるんじゃろう、ねえ、モブロックされちょらんかいね、大丈夫かいね、大丈夫かいねモブロックさかっこいい名前のお馬さんが勝つね、確かに名前かっこいい子が目立ってるイメージあるかもしんないね、うん、ヨギボーちゃんって子がいるのねえ、和光さんね、そう、あのゲームのモブロックと言っちゃダメじゃね、ダメじゃね、この前も言われたが、そう確かに、ちゃんとね、ちゃんとドラマのあるね、そうそうそう、みんなドラマが結果賞出れるだけでだってすごいのよねえ、ほんとほんと、あるじゃろ、あのオペラ王ちゃんにマークされとるって言えばいいのに、マークされとる、うん、いやー、でもじゃからさ、こっからどうやって抜けるんか見当もつかんね、ほんとに、全然順位変わらんか、そんなに、なんかみんなね、うん、ここまで逃げがちょっと詰まっ、いやーでも相変わらず逃げの方はだいぶ差が詰まらんが、いやー来ちゃう、いやー外から、い
逃げ切れるかいね、逃げ切れるかいね。いや、追ってくる、追ってくる。いやー、いやー、すごいディープインパクト、やっぱり。あー、追いついた。あー、抜いちゃう、抜いちゃう。強い。はい、なんかいろいろ待ってる。やっぱり早い。早い。本気っていうのもわかる？ねえ。ものが違う、ねえ。ねえ、ワクオさんね、そう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 。ね、あの、一人ちょっとね、やっぱりちょっと、ペースダウンした子がおったけど、ね、もう残りのね、もう一人の子はすごい、逃げ切ってしまいそうなぐらいいっちゃったのにね、すごい。いやー、ディープインパクトちゃんが捕まえてしまったが、いやー、はい。早い、もう最後の。早いね。うん。うん、あ、だってヨギボって本当にそのヨギボなのね。クッションじゃなくて本当にお名前にヨギボさんおるの？クッションに入れ込んじゃった大間さんがいるってことか。ヨギボ気持ちいいからね。ヨギボね、ダメにしてしまうからダメじゃね。うん、ダメになっちゃう。ねえ、ディープインパクトさんすごい、本当に。すごい。すごいね。早い。早い。ね、なんでペース、みんな落ちん。なんでみんなペース落ちんのんじゃろう。おかしいね。おかしいね。ねえ。やばく書いてないのよ、誰も。うん。あ、アドマイアジャパンくんがビーズクッション取り込む。かわいいよ。いや、よかった。全生物共通であるためにする。ね、やっぱり、あの、すごい、あの、極悪な兵器であることが分かったね、すごい。あの馬も関係なかったね。ね、すごい、ダメにしてしまうやつじゃん。すごいって本当にあるの？実際にあるんだ。いやいや、でもなんじゃろう、さっきのね、すごいみんなの全力走った後のウィニングランとか見ちょるとね、なんか足つきもまだまだ余裕ありそうに思えてしまうか、ちょっとね。いやー、人気者、人気者じゃん。すごいって実況してるレースあるねん。いやー、まだまだ出ちょるね、まだ。たけさん何回目だよ。下手な CM より説得力がすごい。確かに、ヨギボーさんはそういう CM にするべき。ねえ、親の顔より見た豊か。もう親だった。もうほぼ親なんだ。みんなのお父さんや。いやー、すごいね、すごい。いや、こうしてみるとディープインパクトちゃんってすごい細身の感じがするが、白留めなんじゃけど、ね、スッとしてる印象じゃね。ムキムキって感じじゃないね、確かにね。うん。ねえ、変わらんねえ。ほんと変わらんねえ。すごい。あれじゃね、波紋の呼吸しとるが、波紋の呼吸。うん？あ、実際結構小さい。ああ、そうなんじゃん。ねえ。
お父さんとお母さんのルーツをたどるのも面白そうね。ほんとほんと。菊花賞の時にもう言われちゃった。ねえ。ステイゴールドじゃん。覚醒のラストラン。ね。コンコンバーズ。G1 初勝利。ね。いやー。ラジオ日本。次生まれ変わるときは武豊かになりたい。わかる。いやうちは、いやでもうちは17万人のプレッシャーに勝てる気せんよ。絶対あの、あの大間さんがゲートに入った後にあのちょっとお手洗い行くがとか言って大間さん置いてきぼりにしてしまいそう。お腹がちょっと痛くてってなるやつ。大間さんよりも岸さんの方が落ち着かん感じになってしまいそう。ね、ステイゴールドちゃんもよく名前聞くんだよね。ねえ、聞く聞く。あの、ゴールド系列のね、お名前でよく聞くね。うん。いやー、この感じだとまだみんなすごいね、均等にばらけとる感じ。下にあるのがあれね、今の順位の番号ね、63712。いいね、それあると分かりやすい、うん、ね、今3番が36127。実況が良い。別の違う意味で、ね、違う意味で。いやでもだいぶ3番さんが話してる気がするが、うん、いやステイゴールドさん上がってきたよ。来ちゃう。あーすごいすごい、追っかけてきた追っかけてきた。あーでも、もうまだあーあとあるよ。あとちょっと、あとちょっと。振り落とそうとしてる。どんだけ暴れ馬じゃねえ。いやー振り落とそうとして早かったってこと。ね、いやー最後の最後で盛り上げすぎでしょ。うん、長い旅しちゃったね。いやー黄金の旅しね。ねえゴールド、名前の通りだね。ファンファーで助かる。ね、黄金旅程でステイゴールドって読むのかっこよすぎね、まさひろさん、思う思う。で、息子、息子、ドリームジャーニー。ステイゴールドちゃんの子供。かね？あ、子供なんじゃん、ドリームジャーニーちゃん。かわちゃん、ありがとう。いやーなんじゃろ、こうやって受け継がれていくんじゃねえ、なんかすごい、胸熱じゃねえ、すごい胸熱。その奥のイコビコ、うん、名前の子がめっちゃ気になった今。かわいい名前の子いたよ。え、ね、黄金の旅路から夢の旅ジャーニーで、ね、夢の、いやーすごい。あ、ゲートの人やっぱりプロテクターつけちゃうんじゃね、蹴られても大丈夫なように、その万が一じゃないけど、うん、ねえこれ手前の人とかつけちゃう。おお気象に困ってる。お助けマンみたいな。
いやー、早いねー。これもすごい飛ばしとるが。早いよ、ペース。いやー、開いてる、開いてる。後ろもね、すごい。あのじゃね、機械を伺っちょるね、すごい。息移しと言われちょるね。早い。早いね、早いね。早いね。遠目から見ても早い。一番逃げの子はなんかすごい一歩一歩が大きい感じだね、すごい。ぴょんぴょん跳ねちょるみたい。ブエナビスタちゃん。おう。ステゴトジャーニーちゃん。ディープインパクトちゃんよりもちっちゃいの？希少な。予測変化に出るな スペシャルウィークちゃんの子供、さっき出てあ、たね、そうさっじゃ、きの。そうじゃ、CM に出ちゃった。ね、東海帝王とシンボリルドルフなんて出ちゃった、ブエナビスタちゃんの名前も。いやー、いやー、来たよ、来たよ。すごいな、来たよ。いやー、見た、すごい。あー、わかんない、わかんない、接戦。外からも来てる。わあ、わあ、二頭の角出り合い。押し切ったね、押し切った。すごーい。ああ、ワコさん。いやー、この接戦は読めんよー。ウォッカちゃんの同期。ねえ、すごい。みんな繋がっちょるね。無料。感無量じゃよねー。いやー。ね、夢への旅路かっこよい。救いはカレンちゃんね。いや、こう、なんか お話聞いちゃうと本当にね、すごい。かわいいカレンちゃん。いや、インタビューいいな。ね、夢への旅路、名前かっこいいよね。ねえ。いや、大レースに強いのは主人公補正者ね、ほんとに。いやー、かっこいい。ほんとにかっこいい。嘘泣きと一緒だ。それはない。それはないね。こんな、アニマではありま。ねえ、かわいそうな気性なの、この。ねえ、それだけ懐が深いってことじゃから、ねえ、技量が。ねえ、いやー、大変じゃろうね、すごい。なだめるのも。ねえ、オルフェーブルちゃんは確かにあれはもう、ねえ、すごかったね、あれはもう、むちゃくちゃな走り車に、あんなの。初めての有馬勝ち。ああ。そりゃ泣くよー。
ね、すごい。いやー、よかった。よかった。よかった。一頭だけ違うのか。強い。本当に強い、成田ブライアン。これはスキップ食らったサビ？ねえ、まさひろさん、そうそうそう。あんなおバカってね、ひっぱたきたくなりそうな走りをしたのにね、2着にまで来たのはね、本当。でもあれをせんかったら絶対1着になっちゃったからって、もっと思った、ひっぱたく。おバカって。ね。ね、池添さん好きになりそうだよ。ね。ダリバちゃんね。ね。ウマ娘だったらここスキップだからね、このレースね。0805さんね。いや、ねえ、そんなんできるの？そんなのできるほどね、ねえ、競合が集まってるからね、難しいのは。ねえ、ダービーじゃね、ダービー。しかもまだし、あれだっけ、出走馬の数多い時、うん、この時から18頭とかだっけ、大外そうになの。振り言われたね。うん。17番だもんね、17番。すごい外じゃん。うちやったら泣いてるやつ。また大外じゃーとか言って。 昨日のうんすちゃんの時にもすごい、また大外じゃーってすごい。 内枠にしてーってすごい泣いちゃったね。だからね、そればっかりはね。この時は18個なんだね。ね。それでもだよね。ね、いじめじゃねえ、本当に。いじめじゃねえ、本当に。いや、じゅんさんね、そう、わかる、わかってる。ね、うちらはちょっとそんね、違うよね、ちゃんとね。いやー、でも歓声もすごい、歓声もすごいね。の件は本当にすごかった時だよね、娘で。わっこうさんに、いや、うち振り落とされちゃうと思う。んな悲車しのくね、なっちゃう。ああ、怖い怖い、多分両手両足に背中にしがみついちゃうね、もう。振り落とされてしまいそうで。がっちりね。ね。すごいよね、だからジョッキー、騎手さんもさ、あんなトップスピードが出ちょる中をさ、ね、ね、手綱と、ね、あるでしょ、片手をだって、ね、むち？むちみたいなね。もうね、片手だけでしょ？怖いね、絶対。怖いよね。結構高いと思うよ、しかもあれ。ね、そう、高いし、バイク片手運転って考えたら、もう身の毛がよだつが、本当に。振り落とされるってどんなに、いや、怖すぎるよね。想像しただいけや、で。姿勢を崩さないのが大事ね。わあ。ねえ、流氷さん、ジョッキー目線の動画とかあるの？それは見てみたい、めちゃめちゃ。ったね、あったね。うちもね、ツイッターで見た、ツイッターで見た。FPS みたいな感じしちゃった。始まったね、始まったね。ライブちゃん、中断入ったね。ねえ、学校あるもんね、学校。おお、いきなり飛ばしてきよるね。いきなり飛ばしてきよるね。いやー、どんどん広がってきよるが。
マリブちゃんどこ？あ、後ろの方？うん、これね、18、17、うん、ね、前もでもすごいどんどんひね、どん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 全体の距離がどんどん伸びてきよる、うん、これどんどん広いてきよる、うん、うん、こうなると刺すの大変なイメージじゃね、うちのイメージだと。17番ね、すごい。大きな聞こえたよ、大きな聞こえたよ。最初いや、来てる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 すごい詰めてきてる。あ、あ、みんな内枠でセットの中、外から来てる、外から来てる。直線だよ、最後。おー、うん。そんな大外からいける？いや。あー、でも早い、早い。早い、早い。なんでそこから加速するの？なんでそこから、なんでそこから加速するの？早い、早い、早い。ムチが入った瞬間見てわかる。ねえ、漫画みたいな加速しおったね。うん、あ、ねえ、かまちゃんね、そうそう、勝負服見るのもね、そう。いやー。ねえ、そうそう、流氷さんね、そうそう、すっごい内枠混んでた、すごい。ねえ。ねえ、カオスだったよ、中の方ね。ねえ、さすがブライアン。さすがブライアン、余裕って感じね。うん。いやー。うちからしたらね、すごい、少しでも距離をね、詰めたいと思うから、絶対ね、内枠の方でね、すごい、位置取りで競ってしまいたい気持ちになるんじゃけど。で、あえて外行って、そっからぶっちぎりで勝つね。いやー。ジャストウェイのドバイデューティー、ドバイデューティーとかまだ見れとらんよね、シャルちゃん。海外かな、ね、まだね。うん、ね、海、うん。見るとしたら海外じゃね、次に近いじゃね。いやあ、あ、外の方が荒れてなくて走りやすいね。うん、そうだね、まあ距離伸びる分ちょっとやっぱ不利なのはあるけど、確かに。そうね、うん、あんなに速かったらもう関係ないね。ほんとね、あれは極端じゃね。うん、あれは極端じゃね。どうしよっか、どれくらいにする？1、2本ぐらい。おお、あとね、うん、ちょっとせっかく入れてくれてるけど、ちょっと第3回とかでまたね。そうじゃね、ちょっと一旦、うん、これでストップして、ちょっとこれちょっとメモで控えちゃく、これでメモ控えちゃく、ちょっと残り、うん、うん、ちょっと優先的にね、今入れてくれてるやつ、ぜひ、うん、ぜひ、うん、いやー、すごかった。すごかったね、今の。あね、アイビス様ダッシュもね、そもそもカメラの手前にすっごい迫力あったね、あれ。それ見てみたいんだよね、そのサマーダッシュのやつね。あ、サマーダッシュね、見よ見よ見よ。うん。日本ピロウィナー。日本ピロウィナー？いやー、CM かっこよい。マイルチャンピオンシップ。サッカーボーイって名前の子がいるんだ。ね。危険と呼ぶか、冒険と呼ぶか。いやー。ねえ、CM はなんでもかっこよい。無難お笑い。あ、お重長さん、来ちゃう。これね、障害レース。G1 のね。うん。気になっちゃった、障害レース。おー。すごい、
いや、これ走りながらやるの大変。わあ。最高の頂上対決。ね。おお。すごいすごいすごい。大ジすャごンプ。い。いや結構高いよ。ね。いや、これでスピード落ちんの嘘でしょ？わあ、すごいすごいすごい。わあ。いやー、これ怖い。怖いよ。わ、まだあるまだある。おお、すごいすごい。あ、いやー、やばい、嘘でしょ。1個だけ、1個だけ落わ、ちする。ごい、すごい落ちる、すごい、すうん。ごい下り落ちる。いやー。いや、早い見てて悔早しいでい。早いすね。ね。大差だよ。減速せんね、前のね。うわー。ダートもあるんだ、ああやっダートて。も入っちゃったね、ダートもあったね。おお。いや、すごい、これ見応えある。すごしかも、ーい。4100m もあるの。長い。長結い構ななんペーてスもんじで、ゃないな。ねえ、結構なペースで走ってない？うわー、すごい。いや、これコース覚えるのも大変ね。いやー。わお。いや、これ追いつけるかいね、2着以降。早い。ああ、急な坂。ね。おお。ね、ぐるぐる回るから面白い、これ。内回り、外回りもなんだろう、変わるんだね、こうね。うん。これをイベントでやりきった川上ちゃん。あれに、うちらがやったの、イベントの障害物はこれがモデルになっちゃうんじゃ。なんいやとなくー、もう、これは鍛えないと。想像以上、これは想像以上。いやー。いやーい。いや、まだ走らんといけんのか。今何言っこてれるかは、分こかんない。れは応援せんといけんね。これは応援せんといけん。応援団に入んないと。ねえ、生垣すごい綺麗にね。そう、わかる。いや、6900m! ランドナショナル。嘘でしょ。いやー、無理無理無理。そんなの走れないが。いやー、ペース落ちんね。ペース落ちないんね。なんで？ねー。2着のさ、このめっちゃでも頑張って食らいついてるのよ。ねえ、来てる来てる。いやー、これ後半差しで追いつける距離かいね。でもい追いついてきやてる。ー。来てるね。ほんとじゃ。ほんとじゃ。いや、でもやっぱり早いよ、今。まだじゃよ？いや、早いよ。詰めてきとるね。詰めてきとるね。詰めてきとる。
じゃあ。スパイレースも結構見応え一個あるね。ね、楽しかった今の、すごい。確かに、ね、止め時失ってる。どうしよう、じゃあ、ちょっとこの CM、メジロラモーヌちゃんのところまで、ダメ？メジロラモーヌ。そこまで。いやー、中山大紹介みたい、中山大紹介。みたいむちゃんが面白かった今の、ジュノさんすごい面白かった今の、面白かった、すごかったね、うん、うん、うわすごい、めちゃめちゃ大きいね、名声オペラ、名声オペラね、すごい、なんか戦車みたいな、戦車みたいな、おまさんの時も、うん、いやー、すごい。すごいよ、馬さんいっぱいおる。ね、砂の王さん。まだまだ知らない子いっぱいいるからね。ね。あ、ジュンさんお疲れ様。おつむいー。お疲れ様。いや、これちょっとかっこいい。ラモーヌ。はい、ほいじゃほいじゃ、ちょっと、いやー、惜しいんじゃけど、ちょっと一時停止させてもらうか。いやー、でも楽しかったね、いっぱい。楽しかったし、いやー、時間帯。みんなごめんね、すごい。いやー、うちさ、もう、めちゃめちゃ見たいんじゃけど。いや、でも、だんだんとルールは分かってきたね。この感じだとすごい、制限時間を設けて、そこの間で見れるやつをね、そう。ね、みんなから入れてもらったら良さそうな感じがしてきたね、すごい。うん。そうだね。うん。いいね、みんなとこうやって見れるのいいね。楽しい。めちゃめちゃ楽しい。ね、大視聴会すごい良かったね、月城さんね、あれ。すごかった。いや、ね、一応結果も書いてあるけどさ、いや、無理でしょ、みたいなね、この。ね、よう追いついたね。ほんと。ねえ、びっくりしちゃった。後半見逃せんかったもん。ええー、メジロラモーヌちゃんも馬娘化する可能性高い子なんだね。いやー、楽しみ、楽しみ。ステイゴールドの息子のお住長さん。ねえ、すごかった。お住長さんもステイゴールドの息子なんだね。いっぱいいる。ほいじゃほいじゃ、ちょっとあの、雑談画面の方にちょっと戻るね。はい。はい。シャルちゃんの声大丈夫かな？あ、大丈夫そう、大丈夫そう。大丈夫そうだね。うん。名前はもう出ちょる。ね。褒めちゃったらね、すごい楽しみ。ヒンバ三冠馬。そうなんだね、初の。これは出てきそうだね。うん。あ、7月27日に新しい子紹介するってなってるから、いやー楽しみ。ちょい先だね。ね、楽しみね。メインストーリーの後の1週間後かね。ね。8月下旬にはね、実装するこの話もね、来てほしいが。ホーリックスが出てこんということ。ね、溜めちょるのかな。ね。あ、ね、ロレーヌさんに、動画のタイトルは一応ね、表示するようにしといたから、あとでちょっとね、アーカイブとかちょっと遡ってみて、ね、やってほしいかな。一応最初に、あれね、シャルちゃんの最初のね、東海帝王ちゃんとかね、そうそう、うん、馬娘のね、すごい、元ネタになった動画を何本かちょっとね、うんうん、チラチラ見て、ハリボテエレジーも見たりとかね、そう。そうだね。ね、ハリボテエレジーからの、あ、東海帝王の最後のね、あれが終わってからの、
ハリボテレジじゃったからすごい風邪ひきそうじゃったね、すごい感情のやり場に困ったよね。ねね、そう、和光さんね、うん、うん、93年のね、そう、あの、うんうん、エースだね、見てた感じだね。ね、そう、20日もう来週なんじゃん、来週。もう早いのよ、7月後半だよ、もう。うん。ね、土日挟んで、ね、そんな感じでね、すごい、またみんなでね、メインストーリー置いたら良いと思っちゃる。うん。カラスさん、ハリボテレジは曲がりませんでした。曲がりませんでした。曲がりませんでした。残念じゃったね、すごい。125くらいじゃったかいね、こっつ。ね、めちゃめちゃ乗っちゃったけど。大穴外したわ。ああ、大穴ちゃったね。ね、はい、そんな感じでね、今日はちょっとね、すごい。ね、すごい、みんなありがとう、本当に。いや、今回のね、すごい、どうでしょう、おむちゃんか面白かったが。うん。ね、次もね、またあの、配信枠予定するから、その時にまたね、この続きから始めていこうかに、とりあえずね、これはお名前控えちゃって、すごい、あの、次の枠の時になるべくね、同じの入れちゃおうと思っちゃる。うん、そうだね。ね、うん。ね、そっからまたね、次。そっから消化しきれるかいね。3回はこの、じゃ、入れてもらっちゃうと消化になりそうかもしれんわ。ね。もういいじゃん、もういいじゃん。シャルちゃんなんかあの、宣伝とかなんかある？宣伝、そうだね。月曜日が祝日なので、月曜日、あの、ヒソラジ、ちょっとね、最近できてなかった続き。うん、うんうん、やろうかなって思ってます。あ、ヒソラジ続きある。いや、次のね、あの、何回目になるんだったかいね。7回目、うん、テーマはまだ決まってません。ちょっと考えないと。うん、楽しみにしとるが。父さん、ババイズユームやるよ、朝。寝坊しなければ。あ、旅ガラスさんね、それ、ネタを感動でね、すごい、あの、曲げるのは辛いと思うが、ね。ね、確かに、それ、ちょっと、意味合い変わるよね、鈴鹿ちゃんの時だと。ねえ、流氷さんね、ちょっとそうじゃね、あの、解禁はちょっと、どうしようかな、ちょっと、またちょっと考えさせて、とりあえず控えるだけはちょっと控えちょくが、ね。すごいね、このあの、みんながリアルタイムでね、あの、新しいね、あの、おすすめを入れてくれるところも、この同時視聴のね、すごい、いいところでもあるから、そう、ちょっとね、それがちょっと固定されてしまうのも、ちょっとね、もったいないなって思ってしまうのも、あったりなかったりだから、うん。そうだね、うん。理想はね、そう、折り混ぜながら、折り混ぜながらかなって思っちゃる。うちのね、投下する分と。うん。いい感じにねしていきたいね、またね。うん、もういいじゃん、もういいじゃん。じゃあね、今日の第2回目の競馬のね、どうでしょう、終わろうと思います。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。あとね、今日遊びに来てくれた、ヒソラね、シャルトちゃんの、チャンネルと、ツイッターのアカウントもね、概要文に書いちょるので、みんなね、ぜひ、フォローとね、チャンネル登録、お願いします。よろしくだー。ね、月曜日もね、ヒソラジね、ラジオ、ヒソラジもやりよるからね、みんなもよかったらね、すごい、あの、アーカイブとかを見て、月曜日の時もね、ぜひ遊びに行ってほしいが、よろしくね。やっぱりね、雑談するので、ぜひよければ。うん、楽しみ。今ね、和光さん書いてた。あげーね。白目。校舎裏に呼ばれてしまうか？ね、あ、みんなお疲れ様、ありがとう。ほいじゃほいじゃ、この後は、お名前呼びだけになるので、一旦一区切りね、挨拶させてもらうね。みんな今日遊びに来てくれてありがとう。またね、ツイッターで告知すると思うので、
遊びに来てくれたら嬉しいです。みんなありがとう。お疲れ様。おつむいおつしゃる。おつむいおつしゃる。はい、じゃあお名前読みするね。ひろさんさん、遊びに来てくれてありがとう。崩壊惑星さん、遊びに来てくれてありがとう。柳井さん、遊びに来てくれてありがとう。アンさんも遊びに来てくれてありがとう。つよしさんも遊びに来てくれてありがとう。初見さんいらっしゃい。福間さんも遊びに来てくれてありがとう。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとう。あ、ちょっと待って、シャルちゃんの顔が隠れてるからちょっと、うん、よいしょ。あ、ありがとうね。うん。ヘクターさんも遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロポンさんも遊びに来てくれてありがとう。エクレアさんも遊びに来てくれてありがとう。大好き猫さんも遊びに来てくれてありがとう。フィルさんも遊びに来てくれてありがとう。アヤさんも遊びに来てくれてありがとう。あ、初見さんいらっしゃいじゃよ。ライスカレーさんも遊びに来てくれてありがとう。青木さんも遊びに来てくれてありがとう。サノンニャンコさんも遊びに来てくれてありがとう。ルードさんも遊びに来てくれてありがとう。サフラディンさんも遊びに来てくれてありがとう。センキュー。ジュンさんも遊びに来てくれてありがとう。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとう。障害物楽しかったが。0805さんも遊びに来てくれてありがとう。月城さんも遊びに来てくれてありがとう。まるちゃんも遊びに来てくれてありがとう。旅ガラスさんも遊びに来てくれてありがとう。かまちゃんも遊びに来てくれてありがとう。りゅうひょうさんも遊びに来てくれてありがとう。まさひろさんも遊びに来てくれてありがとう。ロレーヌさんも遊びに来てくれてありがとう。うらちゃんも遊びに来てくれてありがとう。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。ただのおじさんも遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさんも遊びに来てくれてありがとう。西さんも遊びに来てくれてありがとうね。マクオさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ヘクターさんも呼んだし大丈夫かね。はい、みんなありがとう。おつもよつさるいっぱいありがとう。こっちはね、ちょっとね、土日がね、ちょっと都合がね、来てちょっとね、配信が、月曜日からになる予定じゃね。うん。またね、その時に朝にね、またツイッターでね、告知するからね、みんなね、チェックしてもらえると嬉しいが。ほいじゃほいじゃ。みんなね、今日は夜遅くまでお付き合いしてくださって、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、和光さんありがとう。ね、土日はちょっとね、お休みになるが。ね、あ、ケミーマイさんね。そうね、早く寝れるね。そうね。ね、1時過ぎまでなんかゲームして遊ぶ。ね、意見、ね、意見子おらんから今日は。はい。ほいじゃほいじゃ。みんなね、おやすみなさい。今週もお疲れ様じゃよ。おつむいおつしゃるー。おつむいおつしゃるー。ゆっくり休むんだぞ。ね、休んでねー。